ディ・クリスタルは魔法の杖の力でドワーフたち全員を石に変えてしまいました。しかし白雪姫が石になるのを免れたと知ったレディ・クリスタルはついに自らの手で白雪姫を殺そうと立ち上がったのです。ジャックとフローラはそれを阻止しようとして捕らえられ、ヨーナもまた力尽きて消えていった今、白雪姫はたった一人になってしまいました。その行く手にはどんな道が開かれているのですか。運命の毒リンゴ。4つの力を得て、その聖なる剣はよみがえりました。遥かな時を超えて、今こそ正義の力を備えたのです。これでお母様の中の悪魔を倒せる。そうすればこの森を、みんなを元の姿に戻せる。4つの力が備わったはずなのに、剣の力を導き出すことができるのは伝説の勇者だけなのです。伝説の勇者。そしてその勇者は今この森へ向かっています。この世に悪がはびこり、光の力を闇に利用せしとき、聖なる青き方降りきたりて、その野望を打ち砕かす。古き時代の出たかす。アルベルトビラ家に代々伝わる紋章と同じ。その伝説に全てをかけてリチャードは旅立ったわ。じゃあリチャードがナイトになって。リチャード。白雪姫、待っててくれ。もうすぐだ。もうすぐ、もうすぐ君の元へ戻れる。そして二人で。白雪姫、今は待つのです。ドワーフの家で勇者の帰りを。あなたたち二人が力を合わせれば必ず悪魔は倒せます。だから、だから。ミラルカ、ミラルカ。ベック、どうしたの？何かあったの？レディ・クリスタルがまた新たな策を企てて知っている。え？闇の道を生み出してほんのわずか前にこの部屋から消えたんだ。じゃあこの森へ。どうして？もっと早く。すまない、あの女がここにいる間は連絡を取るわけにはいかなかったんだ。やめろ、やめろ。ミラルカ。スペック、どうしたの？スペック、スペック。巻いてくれた実がもうこんなに。
白雪。フローラ。白雪。ジャック、フローラ。気をつけろ。気をつけろ、ドクリンゴ。石にされた者たち、杖の力で。ドクリンゴ、杖。ジャック、フローラ、どこにいるの？今のはどういうことなの？教えて！待って！お願い！ジャック！フローラ！あなたたちは無事だったのね。今食事をあげるわ。ごめんね、ベッドはすぐに帰ってくるから。また始まったぜ、ジョリーのひがみが。みっともないぞ、ジョリー。だってジョリー、おいしいものはちょっと食べるくらいがいいんだぞ。そんなのやだよ。言ったことだよね、ベッド。え、急に僕に聞かないでよ。そんなに言うならカモミールに正確に測ってもらえ。お安い御用ですよ。ただし、きちんと測り終わる頃にはシチューはすっかり冷たくなってると思いますがね。あ、もういいよ。あ、なんだなんだなんだ。あ、なんだなんだ。あ、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 おかしい、サムソンだった。姫様までそんなにお笑いにならなくても。ごめんなさい。だってその格好。お洗濯。
はただのリンゴ売り。リンゴ。気をつけろ。毒リンゴ。毒リンゴ。毒リンゴ。これはなんと美しい娘さんなんだろう。そのみずみずしい唇と同じくらい真っ赤なリンゴ、一つ買ってはいただけませんか。あ、この杖、ヨーナさんの杖。犬たち、杖の力で。どうなさいました。あ、いえ、本当に美味しそうなリンゴですね。それはもう、特別にえりすぐられたリンゴばかりですから。でも、あいにく誰もいなくて、リンゴの代わりにお渡しするお金がないのです。ご心配なく。こうしてお見受けしたところ、あなたは何やらお困りのご様子。お金などいります。このリンゴはそんな方のためにあるのです。これは、そう、幸せのリンゴ。幸せのリンゴ。そうです。祈りを込め、真心を込めて育てたこのリンゴ、お召し上がりになればあなたはきっと幸せになれます。このリンゴで。でもやっぱりダメです。親で言っては申し訳ありませんもの。とんでもない。私とて日々の生活の糧を得るためだけにこのようなことをしているのではないのです。あなたが幸せになってくだされば、それだけでも十分。お優しい方なんですね。いえいえ。それではせめてこちらでお休みになっていってください。何もありませんが、おもてなしいたします。それなら私もそのリンゴを気兼ねなくいただけます。仕方ありません。どうぞ。私だけいただくのでは申し訳ない。さあ、あなたもリンゴをどうぞ。ありがとうございます。少し寒くありませんか。暖炉に火を灯しましょう。突然灰色になってしまったから。はあ、一体どうしたことでしょうね。私も長いこと生きていて、こんなことは初めてです。あ、悪魔。信じていただけないかもしれませんけど、悪魔が私のいるこの森を、そして私の大切な人たちを灰色の石に変えてしまったのです。おばあさま、そのリンゴを食べれば本当に願いが叶いますか。ああ、叶いますとも。私が祈りを込めて育てたリンゴ、あなたはきっと幸せになれ。本当に。本当ですとも。私、悪魔は怖くありません。悪魔はきっと倒すことができる、そう信じているから。私が怖いのは、森が、そして私の大切な人たちが冷たい石となったまま命を奪われてしまうこと。もしもそんなことになったら。案ずることなどないのです。そのリンゴを食べれば、あなたはもう何の不安もなくなるのですから。はい。いいえ、私の方こそ。気づいている？
まさかそんなはずはないわ。さあ美しい娘さん、何も心配しないでリンゴを召し上がれ。そうすれば石になってしまった森を、私の大切なみんなを助けることができるんですね。できますよ。いただきますリンゴ。の慣れの果てであることを知っていたのか。だがそうならあのリンゴに毒が入っていたことも薄々分かっていたはず。そんなのにお前は私に笑顔を見せて生き絶えた。その笑顔は一体何を意味するのだ。何を動揺しているというの。不安などあろうはずがない。白雪姫に何ができよう。私はついにこの体を手に入れたのよ。最高の美しさが私のものになるのよ。あれは何があったんだ白雪姫。石になった森のすべてが杖の力で再びよみがえりました。でもそのために白雪姫は動かぬ人となってしまったのです。森へ向かっているリチャードは後ができるのでしょうか。これから先白雪姫は一体どうなってしまうのでしょう。